泉守兼貞は日本刀の名を呼び刀工の名称。室町時代に美の国籍で活動した泉守兼貞が著名であるが、同名の刀工は江戸時代末期に合津藩で活動した泉守兼貞も知られている。美の国の刀工に著名校が輩出するのは南北朝時代以降である。室町時代には備前国と美の国が刀剣のに大生産地とされるが、 新陶器には美前伝が衰退していったのに対し、美濃伝系統の単也は各地で活動しており、新陶器の刀剣の作風に大きな影響を与えている。美濃の石単也は南北朝時代の兼重に始まると伝える。石を含め、美濃の投稿には、剣士、金本など、剣の字を冠する名を持つ投稿が多い。兼貞は同盟の投稿が複数存在するが、 初代、二代、三代の評価が高い。特に二代の通称、の帝はこの時代の美の国では、随一の東商と言われ有名である。初代金貞については、かつては、その作刀が明確でなく、の帝が事実上の初代とみなされていたが、京徳十二年二月日の年を有し、農州赤十人、金貞と、名するたちが発見され、これが、初代に該当するものとされている。 初代二代三代初代二代三代四代,四代五代六代七代八代九代十代,十,代十一代二代,二代金貞の名矢座二代金貞は明王八年から同九年の間に明治を変えている定時を初期は帝に作るが後には武冠無理のもとにのを記したため通称の帝と言われる賢治の他が熱使いにも特色がある聖没年不詳 帝の浮かんむりの下がこれに見えることから、の帝の通称でも知られる。室町時代後期で、美濃国籍で活動し、同時代同地域の名称である孫六県元と、人気を二分する。江戸時代には、千両、金貞と言われた。英正元年に、国家行第25不問品を出版講習出身で、美濃に来て、初代、金貞の門人になる、後に養子になる。 その刀は、切れ味よく、最上体行物に、ランクされている。その作刀期間はかつては、明王二年期の作刀を最古とし、同年から大英六年頃までと推定されていたが、室町君の投稿の研究は、文明二十二年名の平脇差しを紹介し、これを二代、金貞の最古作とみなしている。栄章五年期の脇差しの名には、泉守の文字がないが、 同八年期の刀には、泉守と名することから、この間に泉守を受領したと推定される。受領の背景には、伊勢の神宮における派閥争いにおいて、刀剣を鍛え供したことの恩賞と考えられている。現地に敵耐えた胸が刻明された遺作が現存する。佐野美術館臓の栄章十四年期の刀の名には、石場渋谷木工刀、秋秀、 伊勢山田正し作とあり、伊勢の御腰、渋谷明秀からの注文で打った作であることがわかる。伊勢で中土したことから村政との交流もあり、村政から秘伝を受けている。二代金貞は、帝の字を、武冠無理のもとに、のできることが多いことから、当見会では二代金貞を、の帝と呼び習わされている。これに対して三代目金貞は、名の、帝字を、引きと切ることから、 引き手と呼ばれ区別されている。二代、金貞の作刀でも初期作の明治は、常用漢字体と同じ、手となっている。のて名を切る最古の作刀としては、明王九年期の脇差しが紹介されている。一方、明王八年期の刀は、手を常用漢字体に作るので、この間に、名の字体を変えたことがわかる。賢治は、第一角を、ののように打った後、 第二点三角は、短い点を二つ、同一線上に打ち、字の下部は、四つ点とする手癖がある。刀剣鑑定家、研究者である、本阿弥郷村によると、泉守兼貞の作風は、一、姿、作り込み寸詰め、しのぎ高く胸の重ねは薄いものが多く、すべて木の効いた姿で、万人に好かれるものである。寸法の長いものも詰まって見える姿を特徴とする。 葉の寸法は二尺前後のものが多いが、脇差し兼用に作ったものであろう。ために、脇差しの製作は、ほとんどない。勝負作り、なぎなた作りも見る。一、葉門、賞金に公共あって覇気がある。なおえしず一門と見える総集伝の、大乱れにえくずれのものがありよく働く。また備前福岡一文字と見える、大腸寺覧のものを焼いて、匂い深く爬中よく働くが、 いずれも尖り人、または、矢ハずらんなどが混ざる。その他、大湾礼、五の目長寺、矢ハずらん、高寺家人、箱らんなどがある。一、地鉄、普通の身のものより地鉄よく練れて細かく、別室の鋼を使用したという。木目肌に、正目肌が、交わり、ことに、高地には、正目肌が激しく現れる。一、中心、二時、 または町名もあって、年号が入るものもある。所持名、注文名の入るものもある。一、姿、作り込み、平蔵竹のノコ範囲や安ん詰まって重ね普通。今日の胸が多い。一、波門、賞金狭く、煮え本位だが煮え少なく、祭自家人、中自家人を焼く。波門のどこかにずき粒ほどの乱れが凍る。一、帽子、小丸で帰り博多により、 小模様に乱れる。一、私鉄、肌細かく、小木目にまさき心があり、胸肩にまさめ肌が現れる。一、中心、形正しく眺めが多い。引用、本阿弥鉱村、日本刀の起手と特徴美術クラブ出版部、1958年、P198 から199とされる。本阿弥鉱村の言うように、金貞の作風は幅が広く、 波紋は、匂い価値で匂い口沈むもの、匂い口締まりこにえつくものなど様々である。総集伝、備前伝のもののほか、炒めの流れた機体に、自家人調の波紋を焼いた、山和風の柵もあるが、自家人調であってもどこかに、互いの目が混じる。帽子は、帰りの長いもの、一枚風となるものもあるが、おおむね困るに帰る。私鉄が白け気,気味となるのもこの項の特色である。 くきじたては先をくりじりとし、やすり目は、たの羽とするのが原則である。栄昇元年に、北家行代25不問品を出版し、単野行為以外に、宗教活動も行っていた。ただし、悪質であった。武田信虎、津田信須、柴田勝家、明智光秀、池田正入り夫妻、細川雄彩、細川忠興、黒田長政、森長吉などが愛用し、また、 島付けにも、のてへの名刀が伝わっていたとされる。語を持つ者としては、忠だの河川、金貞などがある。ありがとうございます。